反乱軍の猛攻を受け、織田軍は撤退。織田信長が得た凄まじい反乱軍の面々を。敵の数これほどと。織田軍には我らを攻めながらも。だが、ひるむわけにはいかぬ。敵の数が尋常ではない。急がねば。影勝様たち危うや。影勝様、しばしお待ちを。この火力に直ちにお仕込みいたします。兵八これにあり。本陣の防衛は我らが引き受けよう。南の敵は本陣、北の敵は城に向かっている。敵の動きを見極めつつ進んでくれ。何としても守りきるぞ。敵の増援にも注意せよ。急に感謝しよう。この敵を押し返しましょう。カネキン、あなたの意図はこの異界でも変わらぬようですね。御前、お褒めに預かり光栄です。影勝がまだ戦っています。さあ、救援に向かいますよ。ありがたい。ここは通さない。
道を開けよ。恩ある影ヶ島を失うことはできる。窮地を脱しました。次はこちらがお返しをする番。勝負の棋風示さん。数では勝っていたが、図面が上がった。拙者自ら当たるのみ。その力で世に正しきをなさよ。何をおっしゃいます。影勝様をお守りすることがこの兼継ぐの務め。すまない。ジョコー殿、あとは俺たちに任せてくれ。大指示だ。ジョコー殿を追い詰めたとは、敵軍の勢い侮れんな。敵の大将が出てきたようですね。愛で悟しちゃいます。大使人この世界。よし、私が話をしてみよう。兼継、手薄になる本陣の防衛に回ってくれ。承知した。ウイの輩は一匹たりとも近づけ。そうですね、よく戦況を見てみます。見習わなければなりませんね、兼勝。兄の心にも響きましたよ。敵はまた城を狙ってくるでしょう。みんな愛を持って当たりなさい。所詮敵は小勢だ。城を落としてしまえ。またうろたえ者が現れましたね。しつけてあげましょう。敵の城攻めはまだ続く。油断できる。あの程度の数で城を守れない。さっさと制圧するぞ。もう遅れは取らん。よし、本陣を狙う敵はあらかた片付いたか。雪村、感服いたします。よく来てくれた、雪村。影勝様、間に合ってよかった。この異界でまたお会いできるという。雪村、そのまま前線で城の防衛を頼む。敵
敵の大将が出てきやがった。その栗もらうぜ。邪魔をするな。その夜、アヤの心にも響きました。孫悟の兵よ、道を開けよ。この孫権の顔を忘れたか。孫権様もこの世界に。あの方に剣を振るわけには。大将、無事で何をか。再び孫権、いや、記憶に私の力になってくれぬか。孫権様、申し訳ない。ここで下っては俺の真偽が。異界であってもお前は変わらぬな。分かった、全力で来るがいい。お見事でした孫権殿。孫作殿と戦った時のことを思い出しましたぞ。いや、私は兄上ほど強くはない。お前に勝てたのは幸運だった。おかげで助かりました。礼を言う。いえ、お二人がご無事で何。孫権殿、先ほど俺と徐光殿は。良いのだ太子。拙者らは敗軍。もちろんです。ありがたきお言葉。これからは孫権殿たち。世に愛の。真偽は違えぬ。徐光明、ひたすら それにしても、信長の力の秘密なんて、もう…なら、どう？俺が見た限り、彼らを下して…でも…うん。俺に一ついい。もし任せて…わかった。覚悟。